皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。これから一緒に Figma の勉強をしていきましょう。今回は入門編の第1回です。 Figma は無料のデザインツールで、特にウェブサイトのプロトタイプを作るときに便利なアプリです。過去動画の HTML 入門編やレスポンシブ入門編では、ウェブサイトを作るときにいきなりコードを書き始めましたが、通常はこのような手順は行いません。まず頭の中でウェブサイト全体のイメージを考えて、これを紙にざっと書き出して、頭の中のイメージを形にしてから実際にコードを書いてウェブサイトを作っていきます。このようにまだ形になっていない頭の中のイメージを試作品として実際の形にしてデザインを検証することをプロトタイピングと言います。プロトタイプというのは試作品という意味ですが、ウェブデザインではこのプロトタイピングの作業がとても重要です。プロトタイプのウェブデザインをしっかりと作らずに、頭の中のぼんやりとしたイメージだけでコードを書いてウェブサイトを作り始めると、作業が進んでウェブサイトが形になってからあれこれ修正したいと考えても、その度にいちいちコードを書き換えなければなりませんので、作業が二度手間になってしまいます。プロトタイピングの段階でウェブサイトのデザインを作り込んで、納得できるデザインができた後にコードを書くと、作業の二度手間を防ぐことができます。またウェブサイトを作るときに複数人のチームで作業したり、あるいはプロのウェブデザイナーがお客様の求めるデザインを作るときには、ウェブデザインを複数人で共有しなければなりません。このときにプロトタイプのウェブサイトがあると、チームやお客様とこのプロトタイプを見ながら検討して、修正を加えながらプロトタイプを完成させて、その後にコードを書き始めると、全員が完成したウェブサイトのイメージを共有して効率的にウェブサイトを作ることができます。 Figma はこのようなウェブサイトのプロトタイピングに便利なツールで、ウェブサイトのデザインをざっくりと素早く作ったり、またプロトタイプを複数人で共有することができます。 Figma にはブラウザー版とデスクトップアプリの2種類がありますが、今回はデスクトップアプリの Figma を使ってウェブデザインのプロトタイピングを勉強しましょう。 OS は Windows 10、 ブラウザーは Chrome を使用します。それでは Chrome を起動して、 URL の欄に Figma ダウンロードと入力します。そして Enter を押して、検索結果の一番上のfigma.com のモバイルアプリフォントインストーラーのダウンロードのリンクをクリックします。すると Figma のダウンロードサイトが開きますので、左側のデスクトップアプリの Windows 用デスクトップアプリのリンクがありますので、これをクリックします。すると名前をつけて保存のウィンドウが開きますので、ここでは
デスクトップを選択して保存をクリックします。するとダウンロードが始まって画面の左下に表示が出ますので、このセットアップのエグゼファイルをクリックします。すると Figma へようこそというウィンドウが開いて、アカウントを持っていませんので作成するをクリックします。すると Google で続行、またはメールアドレスとパスワードを入力してアカウントを作成することができますので、 Google のアカウントを持っている方は上のリンクをクリックして、持っていない方はメールアドレスとパスワードを入力してアカウントを作成をクリックします。次に自分の情報として自分の名前と仕事を選択します。そして Figma の使用目的を選択します。そしてアカウントを作成をクリックします。これで確認メールが送信されますので、自分のメールを確認します。自分のメールを開いて、メールを確認するをクリックします。これでアカウントが作成されましたので、デスクトップアプリを開いてくださいをクリックします。そして確認のウィンドウが開きますので、Figma を開くをクリックします。これで Figma のホーム画面が開きますが、初めて使うときはチームの情報を入力する項目が開きますが、ここでは下の後でをクリックします。そしてチームのプランを選んでくださいの項目では、スターターのプランでは機能は一部制限されますが無料で利用できますので、無料で利用開始をクリックします。次にまずどちらの作業を行いますかという画面が開きますが、下のテンプレートを使用しないをクリックします。これで Figma のホーム画面が開きました。この Figma のホーム画面では、新しいデザインファイルを作ったり、自分が過去に作ったデザインファイルを管理したりすることができます。それでは早速デザインを作っていきましょう。上のデザインファイルを新規作成をクリックします。すると Figma のデザイン画面が開きます。ここで実際のデザインを作る作業をします。まず画面構成について見てみましょう。上にツールバーがあって、左にはレイヤーパネル、中央の広い部分がキャンバスで、右にはプロパティパネルがあります。ツールバーにはデザイン作業に必要な各種のツールがあります。左上の
ホームアイコンをクリックすると、先ほどのホーム画面に戻ります。それでは、自動保存された無題のファイルをダブルクリックして、編集画面に戻ります。ホームアイコンの下には、Figma のマークのメインメニューと、その右の矢印アイコンは、移動ツールで、編集作業でオブジェクトの選択をするツールです。さらに、リージョンツール、シェイプツール、描画ツール、テキスト、リソース、手のひらツール、そしてコメントの追加があります。ツールバー中央にはファイル名が表示されて、右側にはデザインの共有とプレゼンテーションを実行、そして表示倍率の変更のボタンがあります。それでは、リージョンツールのアイコンの下矢印をクリックして、フレームを選択します。すると、プロパティの欄に各種のフレームが表示されます。このフレームでは、これからデザインするウェブサイトを表示するためのデバイスを選択することができて、iPhone の各種モデルや、Android、そして左の三角をクリックして、各種のタブレットや、デスクトップでは PC で表示するためのデスクトップ用のフレームが選択できて、その右側にはフレームの大きさがピクセル単位で表示されています。それでは、スマホの左の三角をクリックして、スマホの欄を開いて、今回は iPhone 13、13 Pro を選択します。すると、キャンバスに iPhone 13、13 Pro の名前で、iPhone 13の画面サイズの 390×844 ピクセルでフレームが表示されました。このフレームの上にプロトタイプのデザインを作っていきます。この時、左のレイヤーの欄にはフレームのアイコンと iPhone 13、13 Pro の名前が表示されていて、プロパティの欄にはこのフレームに関する詳細な設定項目が表示されています。それでは、キャンバスの青いフレームの枠の外側のグレーの背景をクリックして、一旦フレームの選択を外して、今、ファイル名が無題となっていますが、この右の下矢印をクリックして、名前を変更を選択するか、もしくはこの無題の文字の上をクリックして、これでファイル名を変更できますので、デリートキーまたはバックスペースキーで削除して、ここにニューファイルと入力します。そしてエンターを押すと、これでファイル名がニューファイルに変わりました。最後にホームアイコンをクリックして、
ホーム画面に戻って、ここに保存されたニューファイルが表示されています。次回は Figma の使い方をさらに詳しく勉強しましょう。今回は以上です。それではまた。